皆さんこんにちは。クラシックギタリストの高橋義忠です。この度ですね、私の、ギター教室のホームページを新たにこう追加しました。何について追加したかというと、現在のウイルス騒動に対する、私の考えと、あと、それに対する行動ですね。生徒様と接するとき、私はこのような行動指針に基づいて行動しますよというのを、原稿用紙2枚にまとめて、綴らせていただきました。で、詳しく、声に出して読むことはね、ちょっとこの動画上ではできないので、概要欄に、このページのアドレスを載せますので、ぜひね、ご一読いただければと思います。それで、大前提としてですけれども、今ね、いろんな、健康に対する対策というのをこう、人それぞれやっています。ね。で、一番こう大きく分かれるのがこの注射をするかしないかという話ですけれども、大前提として私は全ての生徒様を受け入れます。ね。ギターをやりたい。ね。ギターの輪に入りたいという全ての生徒様を受け入れます。ね。まずそれは大前提の上で、ただし、生徒様の方が、私がどういう考えでどういう行動をしているのかというのを気になさる方も今後出ると思うんですね。先ほど言いました、この注射をやった先生から習いたい、あるいはやってない先生から習いたい、そういうのを気になさる方ってやっぱりいると思うんですね。それで私はどうしますっていうのを、載せました。教室選びの際の参考にしていただければというふうに思います。ね。私はとにかく全ての生徒様を、大歓迎、させていただきたいと思いますけれども、まずね、ご一読いただいて、教室選びの参考にしていただければというふうに思います。はい。それでは、さようなら。